大島康之の,の大島が押します今日は NHK で放送された番組バ、はい、クメント20ミニッツ、うんまあ、20ミニッツかなと思うんですけどという番組この番組ってご覧になったことありますかお二人はです20分 20分間なんですよ、うん、で面白そうじゃないですすか面白いんですよでよも僕はこの番組ちゃんとは実は認識していなくて、うんまあ、NHK パッとつけた時に夜中にドキュメンタリーやってたりすることって本当に日常風景だからどれがどの番組とかって、まあ、そんなにこうあんまり正直意識してない部分があると思うんですよ、うん、だからこの番組もふと見かけたけどなんとなく最後まで見ないで見逃しちゃったみたいな方もいらっしゃるかと思うんですけど。うん ちょっとすごくてですね、えー、月曜日の0時から0時20分かなに今は毎週放送されている枠なんですけれども<ー>、えー、その中の、えーっとね、数週間前に放送された「えー、日本思い出探訪北信濃神々が集う里で」という回がですね、はい、これ何のことはないというか、まあ、よくありそうなと言ってしまったらあれですけど、うん、その地方のあるエリアを追ったドキュメンタリーというふうに見える。 と思うんですよ。月曜日の20分間で、はい、あの連なってるんですか？えっと、完結？完結、一回完結型で、で、日本思い出探訪っていうのが毎週やってるわけじゃないんですけど、はい、このタイトルリングだと毎週やってると思っちゃいますよね。はい、じゃないんですよ。だ <laughs> <ー>からその前の週は。 CG アーティストのことやってたりとかでその前の週はなんか写真家の人とかのことやってたりとかいろんなディレクターさんが作ってるのかもしれないですね,そうですね全然違うことを毎週あの変わる変わるやってるドキュメンタリーの枠っていうことで、えー、主にですね2年目から5年目のスタッフが担当するっていうことで結構新規性のあることを仕掛けていいよっていう枠になってますよっていうことを僕は後から調べて知ったんですけど<ー>突然この「日本思い出田んぼ北品の神々が集う里で」というワードがブワーッと。 翌日ですね僕の SNS のタイムライン上にあふれたんですよ。うんうん、そんなことないじゃないですか、うん、NHK のとある地区の思い出探訪的な番組の情報がその敏感なテレビディレクターの人とか放送作家の人とか芸人の人とか、まあ、テレビウォッチャーコラムニストみたいな人とかが全員この話してるんですよ。へえそんなことないですよね <laughs>、うん、<laughs> と思って、うん、でまあちょっと見てみるかと思って見たら、まあ、みんなネタバレは。 しないので「うん、すごいので見てください」とかいや「あくまでこれはもう自分で見るものです」<ー>みたいな一言感想なんですよ <laughs> 全員、えー、で、いで放送作家の方今うなずいてますけど本当にそんな空気でしたよねで見てみた騙されたと思って見てみたんですよ、はい、20分で終わるし、うん、で宍戸海ん旅人の役として俳優の宍戸海んが登場しまして、はい、で北信濃の,の、ま、とある村をですね探訪してるんですよ、うん、役 役じゃないです普通に探訪してるんですよ普通にシシドカイさんなんですねはいで本当に旅人で素朴にリアクションしてて、はあ、素朴に探訪してるんですよ本物のシシドカイさん本物のシードカイさん <laughs> で CG じゃないです CG じゃない人形とかでもないです <laughs> 絵でもないですでそういう演出とかを加えてくる枠ではあるんですけど全然こうフラットにスーッと始まりますでなんか村の祭りの準備をしてるっていう風景が、うん こう切り取られていくんですよね宍、うん、戸さんが村のいろんな場所を訪ねていくたびにこう祭りがね近づいてきてるからねこう準備してるんだよってみんな言うんですよ、うん、で本物の村人ですでああどんなお祭りなんですかみたいなで練習風景見たりとかこう郷土料理をあの出していただいて召し,召し上がったりとかね、うん、もう何のことはないことが10分続くんですよ、うん、ででもねちょっとこう違和感はちょっとあるんですよ、うん、なんかテンポ速いなとか。 あれなんか郷土料理出てきたけど実食するシーンめっちゃ短かったなとか、うん、あとお祭りの練習してるこう笛を奏でてる村人の中でいうとちょっと若手みたいな方がいるんですけど、うん、こう伝統的な笛ですね、うん、あの木でできた笛みたいなのを奏でてる方がいるんですけどあれずっとやってるにしちゃあんまなんか音良くないなみたいな、うん、なんだこれは、うん、違和感がこう溜まっていくんですよ。はい それがどうなるかっていうことなんですけど、えー。<laughs> で、これのすごいところっていうのは、えっと嘘一個もないです。え？その作り話でしたとかそういう話ではないんですよ。ほう。なのに、ああ、そうか村の伝統ってそうかとか。ほう。ああ、そうか地方と都市の格差ってそうかとか、過疎<う>ってそうかとか、もうすべて納得がいく。ほう。で、その味わいとか。 あこういう伝統って今こう失われつつありますよねみたいなことをこう我々みたいなコメンテーターが通り一遍のコメントすることってやっぱ簡単ですけど僕東京生まれ東京育ちなんでそういう感覚って本当にないふるさとがないで両親も祖父母も東京生まれ東京出身関東のエリアなんでその田舎に帰ったことがないんですよ僕,僕の夏休みとかその夏休みの,その田舎のサマーウォーズとかああいうのも借りてきた絵でしか僕の中ではなくてなんだけど後半始まった途端に。 号ずし,ました、えーっと涙が出てきて <laughs> だそういうことかっていう伝統文化の存続ってそういうことかっていうことが納得いくし初めて心にぐさっときたんですけどなんかね、えー、そういう見せ方があるかで嘘という嘘は本当に一個もないんですよ全部本当なんですけどでもね長野県飯山市にさんありますし,しこの祭り自体も本当にあります でしかし前半にあった違和感というのの正体が後半分かるということであ<ー> <laughs> これねあのはっきり言って僕説明しすぎなんですけどちょっとそうなんだ今話を聞いている限りだと取、うん、っていく上で、はい、偶然そういう結末に至ったのかなそれとももうこういうふうに取るっていうシナリオがあったと思われますかお 鋭い質問ですね、はい、いい質問ですね <laughs> なんか偶然できちゃったっていうっていう側面は、はい、どちらかというと えっと、志ででちゃんと設計して作った凄さです、うん、どちらかというと偶然を切り取ったドキュメンタリーではなくて、はい、ぜひともここぐらいまでの情報で見ていただきたいなっていう気持ちがあってあでこれも余談になりますけど僕小学校の時に国語の先生の担任の学校で結構教育をいろいろ試す学校だったんですけど。うん あの「世界で一番美しい僕の村」っていう,こうアフガニスタンの子供が主人公の絵本をなんか1ページずつ毎時間配られてプリントされたものを配られて読んでいくっていう国語の授業があったんですよ。で最後のページ隠されていたんですよ。で最後のページがない状態でぬるっと終わる絵本だと僕ら思ってたんですけど。最後のページが 最後の授業で先生によって配られた時に、はい、みんな衝撃を受けたっていうことが思い出として、はあ、ある種のトラウマ教育 <laughs> <ー> <laughs> としてあってそれをものすごく思い出したんですよねっていうような、はあ、なんかねすごくある意味根源的なというか、はい、悪いことは何もしてないです騙されたとも思わないんでしょ、うん、っていうすみません説明しすぎなんだよこれ。見るから言わないいいででほしそううすすねもうやめておきま <え>どうやって見られますかユーネクストとかに、えっと、NHK のオンデマンドっていうのが入ってますので、まあ、NHK オンデマンドに直接入るかユーネクストの中でえ入るかっていう形で見ることができます NHK オンデマンドにストレートに入るのもありだと思いますけれども再放送の可能性はあると思いますかこれね爆発的に話題になってもうね爆速で再放送されちゃったんですよ一えー いつ <laughs> いつ。一回、えっとね、一昨日ぐらいかな。で、これ十一月二十日に放送されたんですよね。ね放送は、そうです。はい、はい、でも、一昨日ぐらいに、もうすでに、一回緊急再放送されてるんで、次はちょっと。すぐはされない気もするんですけど。<ー>ネタバレが世に出ちゃう前に、まあ、N. H. K. オンデマンドで、サクッと二十分見ていただくのもいいし。あと、過去のプログラムも、これきっかけに、結構たくさん見たんですけど、<ー>全部実験的なことやってて。 かなり面白いですなんか YouTube っぽいって言ったらあれですけどうん、うん、YouTube の面白いチャンネル見つけたときに過去の動画バーって見ちゃうときとかありますよね、うん、なんかそんな感じで過去の回もすごい見れるんで、うん、え今ネタバレって言いましたよね 言ってないネタバレって何ネタバレって言った今ネタバレが広がる前にって言った今なんか最後にあるんですねとりあえずまあまあまあそんなにでも大げさに見ない方がいいかもしれないですけどぜひともね今ぐらいの情報で見るのが一番楽しいかもしれないですはい NHK ドキュメントン20ミニッツ日本思い出田んぼ北品の神々が集う里で今 NHK オンデマンドで視聴可能ですね はい、うん、大島や早期の大島がおしますでしたしお,しお知らせの後は桂宮司のザブトンファイブです